まずはじめに野菜を切っていきましょう。ミニトマトです。ヘタを取ってこのように4分の1に切っていきます。続いて新玉ねぎです。新玉ねぎは洗ってヘタを落としてみじん切りにします。今日は新玉ねぎですので、そんなに薄くしなくても大丈夫です。粗くザクザクと切っておいてください。続いてチーズです。チーズはだいたい1センチ角ぐらいに切っておきましょう。続いてホタルイカです。ホタルイカは目の処理をしてください。ここが今日のポイントです。このまま召し上がれますけれども、この目のところは口に残るので、このようにピンセットまたは手でも大丈夫です。白い硬い目を取ってください。でもし下のところくちばしも当たるようでしたら、くちばしも取っていきましょう。このくらいの大きさでしたら目だけで十分です。ではボウルに先ほど刻んだ玉ねぎ、そしてトマトを入れます。ここにすし酢、オリーブオイル小さじ1杯から2杯、これはお好みで加えてください。そして塩コショウです。全体をよく混ぜ合わせます。ここに芽を取って水分を拭いたホタルイカ、そしてチーズを加えて全体を混ぜ合わせます。これで冷蔵庫で15分から30分ほど冷やしておいてください。では30分ほど経ちましたので、もう一度丁寧によく混ぜて器に盛り付けていきましょう。仕上げにイタリアンパセリを飾って出来上がりです。ホタルイカとチーズの食感が楽しめる彩りの良いマリネです。すし酢を使って簡単にできるので、ぜひお試しください。